本日もですね、新潟ブックオフハードオフ巡っていきたいと思います。本日もね、よろしくお願いします。はい、ゲームの方見てます。大戦略、これがね、言っておりました。昔からあるんでね、誰しもが知っていると思うんですけど、なかなか人気のあるものですね。そしてこれが、なんだ、アークス。これ、ワン、ツー、スリーが揃ってるやつなんですね。これ、かなり多分レアだったのかな。私よくわかんないんですけど、2160円がついておりました。懐かしさがあります。そしてメガドライブとかね、メガ CD、サターン、ドリームキャストね、まあまあ揃ってます。で、内容的にはね、レアなものかというとそうではないんですけども、ただ値段の方は、やはりかなり、まあついちゃってると言った方が正しいのかな。まあ、だけど、名作、ゲーム自体は名作だということは間違いありませんので、こういったものをね、探して、安い時には購入をするというのは間違いなくいいんじゃないでしょうか。ダイナマイトデカ。これも私大好きでした。はい、そしてこれですね。ゲームボーイのサガ3。箱がすっごい綺麗で完品だと思われます。値段の方が2700円ついてました。この値段がね、高いか安いかといえば高いと思います。だけどこの綺麗さ、完全なものを求めるのであればありかなと思います。はい。壁にかかっているゲームがだいたいこんな感じですね。全体的にね、備品が多かったです。で、まあ、崩れているとかね、そういったものはもしかしたらジャンクの方に行ってるのかもしれないんですけども、なかなか良かったですね、ここね。はい、これはですね、カプコンのゲームですね。たくちょっとこれ、なんだっけ、ドラキュラのやつだと思ってたんだけど、よくわかってないですね。はい、大体こんな感じでね、ゲームの方、見てきましたけども、こんな感じでしょうかね。ということでね、ご視聴ありがとうございました。今見ているのはね、ゲームボーイアドバンスの、ゲームボーイウォーズってやつなんですけど、3ですね。これかなりレアなんですけど、ちょっと気になって見ておりました。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。